それでは皆さん、こんにちはご紹介いただきました鹿児島県教育庁高校教育課学校教育 ICT 推進班の中村と申しますえ私たちの班のちょっと説明をさせていただきますとえ高校教育課学校教育 ICT 推進班ということではございますけれども実はここに立ってます私それからこの後お話しする川原も小学校籍の人間でございますもともと小学校の教員でメンバー的には小学校の教員それから え今年度はえと中学校がちょっといないんですけども,もえと去年まで中学校教員高校の教員もいましたえ小中高連携してえ教育の ICT を推進していきましょうということここに書いてありますえーオール鹿児島で取り組んでいくためにえ作られた班という形になっておりますえ本日はですねえまあギガがファーストギガの時にえ進めましたえ教育 域教育アカウントの導入と活用といったところでお話,をお話というか紹介という形で,ですねえさせていただきたいと思っております。今年度、私どもですねえあそこに籠丸まくんといった鹿児島県教育委員会の公式キャラクターせあの決まったばっかりなんですけど載せさせていただきましたが意識改革というところでえ先生方の意識改革を進めていく子どもたちの授業感を変えていく。 まそういった取り組みをしていくところでございますがその考え方を進めるにあたってこの教育用アカウントっていうところが非常に大きな意味がありましたので今回そういったところをお話しできたらなというふうに思っておりますそれではしばらくお付き合いくださいギガスクール構想これはもうどなたも見たことがあることだと思いますし今更というところでもありますけれども こういった狙いのもっと多様な子どもたちを誰一人取り残すことがない個別最適化された学びといったところを提供したいといったところがメインになっていたかと思いますその根本的な考え方としてこういったものがもうすでに示されていたところでございますが特にスタディログの部分であったりとかデータを利活用した学習といったものをです、ね、展開していく上でいかに子どもたちそれから えこれまでの先生方のえ取り組みのデータを蓄積していくかそういったところが非常に話題あの課題となりましたえそういったところがえギガファーストギガで端末を整備する段階から本県では話題になっていてえそれをえ整備するにあたって同時進行で,ですね進めていったところがございます。アカウントで 導入するメリットとしましては児童生徒さんにつきましては進学、転校の際にもアカウントを新規作成したり変更する必要がありません鹿児島県はですね南北6 0 0キロ4 3市町村離島も含めますそういった状況の中で来るとですね転校すると使えしばらく使えないで離島の子どもたちが いわゆる鹿児島市内とかの高校に進学した場合にまた待たされるそういうような状況があったり先生方それぞれ先生方についてはまた後でするんですけども先生方も同じような状況ですなので進学してもアカウントを継続して利用できるような状況にするということによって小学校1年生から高校3年生までの学習成果物の保存とか蓄積といったものを可能にしたいと。 いうところがありましたそこで OS、まあ、実はですねそれに至るまでには、まあ、壁もありまして、鹿児島県、結構それまでに端末整備頑張って入れてましたで。市町村によってやっぱり OS が違うんですね、バラバラ。それを変えてくださいというのはなかなか難しかったというところもありまして、OS に関係なくすべての公立学校において使えるようにしていただくような工夫をですね。 マイクロソフトさんをはじめとして、えー、他の、えー、業者さんの方にもお願いして活用できるようにしていったところでございますで。市町村教育委員会様におきましては、ドメインを作るのに取得作業であったり更新費用といったものの準備が必要だったと思いますが、そういったものが全く不要になります。県ででりますのでそして 市町村ごとの登録作業といったものも不要になってくるという形になりますでアカウント作成に関するポリシーを作成するのも県でまず最初にと、えー、ある一定のポリシーを策定した後あともし市町村の状況に応じてカスタマイズするところがあったらご相談くださいという形で今進めていっているところですで、えー、そういったところが非常に簡単になってきたというところがございます で導入までの流れですけれども、えー、見ていただいたら分かりますように、令和2年、ですからちょうど、えー、ギガスクール構想が発表された次です、ね、の年、整備が始まった年から、えー、始まっていまして、えー、ちょうどまあ同じ時期に県立高等学校用に教育用ドメインを導入しようということで、整備が始まりました。そそしてその 流れの中で、えー、市町村の子どもたちそれから先生たちのアカウントも同じような仕組みの中で管理できれば運用できれば非常に便利なんじゃないか先ほどあのお示ししたようなメリットがたくさんあるぞということで、えー、市町村教育委員会にもどうだということで意向調査をさせていただいたところ、えー、ほとんどの市町村で え乗ってきてきくださいました43子を尊中、えー、3から4だったかと思います。あの最初どううしようかなって言ってこられたところがですねもう準備を始めてるんだけどとかもう作ってるんだけどというところもありました,ただそこにつきましては個別に、えー、私もそうですけどもまだ他にもいろいろご協力いただいた方がいらっしゃいまして、えー、まあ今、鹿児島市にいらっしゃいます えー、木田部長だったり、えー、ここにいます川原だったりいろんなメンバーで協力し合いながら、えー、市町村教育委員会にご説明さし,し上げて協力を求めて全市町村に乗りますという形になったところです、えー、そこを踏まえまして12月中旬に市町村向けの説明会1月,2月あの1月から2月にかけて作業面の研修会 で 2, 2月から3月は実際作成作業をしていただいて3月までには児童・生徒へアカウントを付与するとで4月から使える状況にするという環境を作ってきたところでございますでアカウントの命名規則につきましては、えー、一応このような形になっていて個人名がわからないような作りに一応してあります、えー、子どもたちは入学年度 市市町村番号市町村村番番号ごととの連番という形ですねもちろんあの進学して他市長のある他市長の高校に進学すると市町村番号のところは意味がなくなるんですけれども少なくともこの子は今何年生というのが一番最初の入学年度で分かるというところもあります教員につきましては、えー、職員番号はありますのでそれとの連動をすることで、まあ、このあとさまざまな ものとの SSO というのが考えられましたのでそういうことを踏まえて教職員用につきましてもこういった作りにしているところでございますでえまあ先ほどのメリットも踏まえましてこういうような感じで作りをしております小中高まで同じアカウントを使っていてそして教職員にも同じものを付与しているでそうすることでさまざまな教育用コンテンツチームズをはじめとしまして 学習 e ポータルやその他の学習ツールといったものも SSO で使えるような仕組みになっておりますこういったことでですねまあ教育データの蓄積とそれから子どもたちが共同的に学べる環境といったものを作っていくといったところが可能になってきたところですで管理運営につきましては県教委があの 絡んでますけれども、県教育市町村教育委員会、それからそう県の総合教育センター三社で共同的にですね連携を図って、えー、管理運営を進めているところです。それにつきましては後ほど川原の方から説明させていただきます。こういったところを揃えることによって今このようにさまざまな活用が進んできております。チームズを活用した生徒会活動であったり、それから えー、本,校あの本県、離島が多いとおっしゃいましたあの伝えしましたけど小さな学校も多いので、えー、離島の小規模校をテレビ会議システムを使って、4校同時で、えー、合同授業するとか、いうことも行っております、それからこう手前の、えー、これはあのコロナ期によくあった光景だと思いますが、これ、うちの娘なんですけど、たまたま家にいたので取れてよかったですけれども、こんな風にですね授業を配信していただいたりということもできるようになってきていました。 それから公務につきましてもこういうふうにホームを使ったりチームズと連携させることでコミュニケーションツールを中心にそのツール他のツールと組み合わせることで公務負担を軽減してきた市町村等も多く見られてきております。でこういった活用例をですね情報発信することこれチームズで作っている情報交流室ですけども 教員相互の情報交換や研修会の情報提供とか、こういった活用事例の紹介などをですね行うプラットフォームを作って、皆さんに紹介しているような取り組みもできております。はい、ではで、具体的な管理運用について、河原の方から説明をさせていただきます。 はい、では皆さんこんにちは、えー、川原と申します。私からの方、あ、私の方からはですね、あの各市町村教育委員会とですね、やっぱりこれ検疫ってなりますので、教育委員会各市町村の教育委員会と協力していかなければやっていけません。で、ギガのですね第一段階で分かったのが端末これを活用していくっていうのは分かったんですけれども、実際にいろんな事業をしてみたりとか、進めた時にはじゃあそのデータをどこに保存するのかとか。 それからですね、えー、いろんなサービスがありますけれどもその時も必ずアカウントが必要なんですねそのアカウントを検疫で1つにまとめてしまうというのがこの取り組みのポイントかなと思っておりますでそうなった場合にもちろん県教委だけではできませんし、えー、どうしても各市町村の教育委員会と協力しなければやっていけないところもございますそういったとこ,ところをどういうように、まあ、協力していくかというところが大事になってくるかなと。 と,いうところでございますで、えー、実際はですねあのこの業務に関しましてはあのこの一覧表にある通り作業の担当の方をですねこういうようよにちゃんと一覧表にしてですね、えー、分けていっております例えばですね5番目のところですねパスワードのリセットこれ、よくある問い合わせなんですね、えー、パスワード忘れました子どもたちの分もありますけれども先生方もですね結構忘れられますでもこれを、えー、県の方に連絡してたのでは なかなかそれはですねもう時間がかかる問題となってしまいます。であれば、そこの作業分担のところは各学校の管理者がパスワードのリセットはできるようにしようという場合にですね私たちもこうやりながらですねそういった権限の付与をどんな形にするかというこういうい一覧表をですねえ作っておくといろいろな仕事のですね分担ができるのかなと思っております。それから えー、次のおこれですけれどもここの部分におきましても例えばですね、えー、実際はここマイクロソフトさんのブースでございますが実はこのかご .ed.jp というこのアカウント、えー、実はグーグルの方にもですね同じ名前で登録してございます。ということは一つのアカウントで子どもたちも先生方もマイクロソフトのサービスとグーグルのサービスさんも同時に使うことができる そうなった場合にやはりアカウントを管理するのが難しくなってくるんですけれども私たちはこのマイクロソフトさんのこのアカウントを使わせていただきながらここにあるスクールシャトルというのが出てくると思うんですがこれはまた今日ブースで別の方でプログデンスさんというところで出されてますけれどもマイクロソフトさんのアカウントの更新をすればそのまま Google さんの方にもつながったりとかですねあるいは権限付与をしたときにこれあの中身はですねエクセルで 操作できるアカウントのアプリになっているのでここからですね実は学校ごとに先ほどのパスワードのリセットができたりとかいう権限付与をですねこのスクールシャトルの中でもできるようにしてございますなのでこういったところを活用させていただきながら県下全体で活用が進むようにこれまでもしてまいりました。 セカンドのギガに向けましてもこういったところをうまく権限付与しながら更新をしていきたいなと思っているところでございます。そしてこれがですね実際の 流れれですけれども例えば左側の教諭はですね、えー、いろんな問題がアカウントについて発生した場合は先ほど中村の方からも紹介がありました通り、えー、カゴ城が情報交流室の方にチームスの方にですね質問したりとかするんですねそうすると最初の頃はですね県教委だったり、えー、市町村の教育委員会が回答してたんですがある程度ですね経験をしたあ教員の方がですねこの カゴギガ交流室チームです中身はですねそのチームスの中で解決していくんですね。あのよく Yahoo! のサービスで何でも相談みたいなのがありますよね。ああいったイメージなんですけども、そういったところで解決できる部分もございます。それから学校の管理者の方に相談をする、そして ICTCA に相談して回答したりとかですね、対応するというような、こういったような流れができておりますが、一番下のところですね。カゴえーと ギガスクール運営支援チーム、これも文科省からの補助対象になっておりますけれども、こういった県のですね運営支援チームを作っておりまして、日々、連絡に対応させていただいたり、特にこの4月につきましては、先生方の移動等も重なりますので、非常に作業部分も増えてまいりますが、こういったところと関係部署と協力しながらさせていただいております。 これがです、ね、先ほどのチームスの中身でございます実際の市町村とのやり取りはこのチームスの中でやっていきます今上で赤,赤で囲ってございますチームですねギガ教育委員会共通っていうのがあったり それから個別1個別2ってありますがこれは市町村の教育委員会と実際の連絡のやり取りをもうこの中でですねさせていただいております、Teams、非常に便利ですあのデータの共有もできますしアカウントに関してまあこのこと、このことというようなところ e エクセルで上げていただければですねここに投稿していただいてそのデータを運営支援チームの方がコピペして更新をかけたりとかそういったところもできます。 えー、実際にそのチームの中身ですが今、左の方には各鹿児島県内の市町村が一覧がずっとありますがここプライベートチームになっていますあプライベートチャンネルですね、ごめんなさい、えー、これは他の市町村のところは見えないような形になっておりますので、えー、アカウントを扱う場合はですね、まあ、非常に個人情報を 含むこともございますのでこういったところの機能を活用させていただきながら進めているところでございます。はいえー、と最後になりますがこういった仕組みをマイクロソフトさんの方には活用させていただいて誰一人取り残さない鹿児島です、ね、の教育 DX こういったところを推進させていただいております1人の100歩より100人の1歩ということをキーワードに進めて参っておりますいろいろなですね各県での取り組みもあろうかと思いますが非常にですねこのチーム数であったりアカウントの仕組みは便利でございますのでまた参考にしていただけたらと思います本日はご静聴ありがとうございました